皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は沼津に新しくできました中央高校の通信課程、沼津中央高校の通信課程、こちらを紹介していきます。この通信課程、静岡県内初の全日制通信制課程併設校として認可されました。初といっても実は2校同時に認可されました。中央高校と飛龍高校、この2つです。同じ通信課程ですけど内容は異なっています。募集について言うと、中央高校の募集は、中学生からも受験を受け付けるのに対して、飛龍高校は中学生の募集はしません。そのような違いがあります。では募集についてですけど、募集の対象、沼津中央高校では静岡県または神奈川県の在住者、静岡県または神奈川県に住んでいる人ということですね。それから中学卒業見込み、もしくは中学既卒者、中学3年生ですね、見込みということ。でもうすでに中学を卒業してしまった人と、中学を卒業して就職したとか、高校に進んだとか、ね、そういう人たちです。でこの中にもちろん転入編入の希望者も含まれています。転入と編入の違いというのは、転入というのは今現在通っている高校があってそこから移ってくる、いわゆる転校だと思ってください。これに対して編入というのは、高校に行ったけれど中退しちゃった、そういう人ですね。で中退したけれどもう一度高校で勉強し直したい、そういう人たちも受け付けています。さて内容なんですけど、普通通信制高校というとほとんどは単位制そうなっていますけれど、こちら中央高校、沼津中央高校では学年制の通信制を取っています。で自分のペースに合わせて履修して3年間で74単位以上、これを取得します。さらに特別活動は30時間以上で履修しなくてはいけません。具体的にどんなことをやっているかというのをお話しされたので紹介しておくと、例えば体育ではボーリングの授業をやるとか、調理実習では例えば芋掘りをして、その掘った芋を実際に自分たちで調理する、そんなことをやっているようです。週1日から3日程度の登校と年間10日程度の集中講座、これがあります。校舎なんですけど、全日制とはまた別のところにある、専用の敷地にある校舎でした。こじんまりとした校舎で、教室は本当に少人数で勉強できるような形になっていました。あ、これだったら安心して勉強できるなと見学させていただいて感じました。それからこれ静岡県の認可校になっていますので、国だけじゃなくて県の支援金とか助成金の対象になっている学校です。それから当然ですが、全盛期校で習得した単位はそのまま引き継ぐことができます。ですから前の高校で10単位取っているんだったら、その10単位はそのままこちらの通信制の高校に持ってくることができるということになります。入試は中学卒業見込みとか中学既卒者、まあ転入とか編入の人を除いた場合ですけれど、ここでは書類選考と面接と作文があります。転入編入希望者、こちらは書類選考と面接だけで作文はありません。それから通信制の見学会、これがあるんですね。興味のある方は行ってみてはどうでしょうか。期日は令和6年の11月9日の土曜日で、12月1日の日曜日、午前の部は10時から、午後の部は13時からになっています。だいたい説明と見学で1時間程度を予定しているそうです。今回は新しくできました沼津中央高校の通信制課程、こちらについてお話しました。
今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。